3、2。 FM 宜野湾のラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラ城のお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と解離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのための番組と銘打ってはおりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん。はい、メンヘラ103 @gmail.com、ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしく、はい、ではメンヘラジオ第94回の収録となっておりまして、うん、なんと約1ヶ月ぶりの収録となっております。1ヶ月ぶりぶり。はい、1ヶ月ぶりぶりですね。へえ。はい、まあ、というのも、私中村健太の方がですね、はい、体調を崩しておりまして、はい、まあ、それはもう心身ともにね、心身とも心ぶっ壊れてたな、はい、仕事も行きたくないよ行きたくないよしてからさ、うん、もう3週間ぐらい休んで、うん、3週間ずっと布団にいた、はい、はい、お家から出たくないってなっちゃって、なんとか、先日から、職場の方にも復帰させていただきまして、はい、あ、びっくりですよ、クビにならなかったんですよ。すっごいね、優しい優しい職場、スタッフの皆さんで、職場の皆さんで、ありがたいことにね、はい、はい、お礼言っとこ、あ、はい、ありがとうございます。その節はご心配もおかけしましたし、復帰後もね、温かくちょっと迎え入れていただいて、はい、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました、うん、はい、でね、夏実さんはね、はい、もう俺に引きずられるようにではないけどね、うん、健太さんがお家から出ないもんだから、夏実さんも必然的に家から出ないとかさ、うん、あったりして、ちょっと大変もしたはずですけれども、健太さんがね仕事行かないから生活どうなるのって心配もしたでしょうし、うん、夏実さんにもちょっといろいろ心配かけまして申し訳ありませんでした。あ、全然平気です。ありがとうございます。なんかね、嫁にも恵まれてね、職場にもね、ありがたい限りでございますけれども、まあ復帰もしましたんで、今週以降ですね、収録もさせていただきたいと、収録も再開させていただいて、ラジオもしっかり頑張っていこうと思ってますので、改めましてね、メンヘラジオの方よろしくお願いしますということで、はい、はい、では、本日も短いお時間ですが、はい、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク。はい、はい、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では本日のメンヘラトーク、うん、いきたいと思うんですけども、トークテーマ実は、決めておりません。はい、ね、決めてません。ちょっとツイキャスの、ツイキャス QX じゃない、旧ツイッター、 QX じゃない、新 X だ、まあ新 X もおかしいけど、 X の方でね、うん、ポストもしてなかったんで、うん、ちょっと準備不足と言いますか、まあ、さっきギリやった。あ、告知はでしょ、収録しますよってことはでしょ、トークテーマのこと言っとるんや今。あー、トークテーマのこと、はい、特に話聞いてないの誰だ。夏実さんね、ちょっとね、いつもはね、月曜日の、毎週月曜日のね8時ぐらいか、そう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 、仕事終わりに直行して収録してるんですけども、うん、今日はね、今週月曜日に撮れなかったんで、あ、ちなみに収録日、収録時点現在7月の11日か、うん、11日、はい、本当に前回収録したのがマジで6月の17日で、本当にほぼほぼ1ヶ月丸々ね
開けてしまったんで。そうか。はい、ちょっと収録の仕方とか、うん、怪しいところもあるんですけれども。怪しい、はい、うん、夏美さん久々の収録いかがでしょうか。久々の収録、はい、緊張してない。あ、してないんだ。今してるって言うかと思った。え、なんで。あ、いいんだけど。あ、ちなみにツイキャスの方はどうなってますか。あ、来てますよ、はい、埼玉の郷さん、 お薬の前に聞け、なっちゃん健太さん、こんばんは、こんな時間にって。あ、こんばんは、本当にこんばんは、うん、ありがとうございます。本当だよね、こんな時間にまた来ていただいて、ね、うん、ありがとうございます。誰ね、夜遊びしてる人はね夜遊びっていうかね、今日仕事終わりでね、収録ちょっと月曜日できなかったんで、うん、木曜日に今収録させてもらってるんですけれど、うん、木曜の夜10時か、うん、こんな遅くに収録するのってもしかしたら初めてじゃない。初めてじゃない、うん、ひふみずばさんに一度お邪魔させてもらって10時ぐらいまでいたことはあったけど、うんうん、あったね、うんうんうん、ゲストでね、呼んでいただいて、今先ほどもね、うん、収録中にね、ちょっとお邪魔、CM の間だけどお邪魔させていただいて、そうそうそう、今から、収録しますって、よかったらっていうことでね、告知みたいなこともさせていただきました。本当に優しい、ひふみずばあさん。ひふみーさんね番組面ね、ひふみずばあ、ひふみずばあさんは、だからひふみーさん言うとるやろひふみさんは、うん、ケンタさんと同じ誕生日なんですよ。あ、そうね、本当に、うん、なかなか会わないんだよ、うん、同じ誕生日の人というか。あ、でもね、本当にそういえばね、今日職場のね、クーラーの工事やってたんだけどね、うん、めっちゃくちゃ暑かったね。暑かった。いつもクーラー効いた中で、お仕事の方もさせていただいてるんですけれども、暑かったもん。夏美、確認になるとこやったクーラーの工事があるからね、うん、なんていうのかな、僕らが普段作業というか業務してる空間のクーラーはついてた、ついてはいたんだけど、隣のスペースのね、うん、クーラーが故障してて、そこの工事をするということで、窓も開けて、作業をと言いますか、工事会社の方がね、うん、クーラーの取り付け工事をされてたんですけれども、うん、もうそこからの熱気がね、そうだね、すごくて全然クーラーが効かないと、うん、なので、久々に汗だらだらだらしながら今日は一日、ね、事務作業でしたり、今日疲れたくない？うん、事業所で僕勤めてるんですけれども、そこの事業所でね、うん、なんだっけ、食堂みたいなこともやってて、うんうんうん、今日はだから火を使う作業をね、うん、利用者の方が、料理人、元料理人だったっていう方がいらっしゃってて、その方がずっとクッキングしてたんで、うん、またそれのおかげもあって熱気でね、うん、事務所内がもうもうとね、熱気プンプンしてたね、うん、プンプンしてて大変でしたけど、ラントさんからヤッホーって言って、あ、ラントさんありがとうございます。ヤッホーヤッホー、久しぶりだぜはい、でまあ体調不良でね過ごしてたんで、まあお家の中はクーラー効いてるから良かったんですけども、うん、まあ熱中症とかね、最近もう多いね、うん、ニュースとか見てても熱中症アラートのニュースですとか、そうそうそう、はい、もう大変よ、そればっかりね、報道ステーションとかで、うん、ニュース流れてたり、NHK とかでもね、日本が真っ赤になってたもん、うん、朝のニュース、朝のワイドショーって言ったらいいのかな、そこでも、うん、毎日のようにそういった報道がされてますけれども、うんうん、皆さん暑い日の過ごし方ってどうされてるのかな、やっぱりクーラーの中でまったり過ごしてるのかな、うんうんうん、クーラーの中で過ごしてる人、うん、利用者さんの中でね、お家にクーラーが、アパートの事情でクーラーがちょっと取り付けが難しいっていう方がいて、うん、基本的に扇風機で過ごされてるんですって。だからもうしんどいって言ってる利用者さんがいて、はあ、うん、扇風機は友達だけども、扇風機だけじゃね、扇風機だけじゃちょっとずっとね
だって熱い空気を回すだけだから、うん、ちょっとしんどいよね。なかなか厳しいもんがあるな、それは。うんうん、夏美さんはなんか、うん、暑い日とかなんか自分なりに工夫してるところとかありますか？氷を食べる。あ、氷、そういう人結構いるかもしれない。氷バリバリ食べてるんだよ。うん、今ねバリバリ食べてるんだよ家で。あ、そうなの？俺なんか意外とその場面見てないかも。朝だよ、朝。朝起きてから？君が寝ている時だよ。あ、だいたい俺ね12時、お昼の12時出勤だから、うん、9時ぐらいまではたっぷり寝てるんだけど、夏美さんちょっと早起きだからね。夏美さん5時半に起きるんだよ。今日5時半ぐらいのおばあちゃんみたいなね起き方するもんね。でね、今眠いんだよ。10時だからね。なんなら今日この時間帯もお布団に入ってる時間だもんね。お布団に入ってる時間眠いんだよね。申し訳ない、今週の月曜日もねちょっとパタパタしてて、パタパタしてというか、うん、月曜日までしっかりちょっと病んでたというか、お仕事をちょっとサボってるっていう感じではあったんだけど、お家にいたから、うん、ちょっと収録もね本当だったら行く予定だったんだけど行けなくてね。そうそうそう、うん、行けなくて、うんうんうん、そう、申し訳ない申し訳ない。ちょっとまあきっかけというかね、パチンコ行ってねちょっと落ち込んだっていう部分もあったんですけれども、うん、うんうん、まあぼちぼち、はい、回復してやっていこうと思ってますんで、はい、で今日は、うん、トークテーマもないから、うん、病み上がり中村夫妻まったりタイムだね。いや急に今タイトルコールみたいなの言ったけど、うん、あれやってほしかったさ。ああ、これ、うん、エコーみたいなやつ、うん、あれやってほしかった、うん、あれやってほしかったさ。はいはい、本当に、うん、だからまったりよ、まったりまったり、何喋るでもなくだよ、うん、そうそう、だから話すことがねいまいち思い浮かばないからね、ちょっと焦ってからメガネチャーク盛りしてるんだよ。え、そうなの？うん、私がかけようか。いやでもね今日本当に暑くてね、うん、あ、私メガネ持ってるんだった、かけてないね。どこ行ったんだろう。ああ、伊達メガネ、うん、なんか今日持ってたよね、朝かけてたのに、うん、なんで撮ったの、そもそも分かんない。気づいたらどこに、気づいたらしてなかった今。ああ、でも早い段階からしてなかったんじゃない。え、どこに置いてたんだろう。じゃああ、仕事バカな。どうだろう。ああ、まあいいか。まあいいか。まあいいか。大体のことはまあいいかって。まあまあいいかと、なんとかなるさで、やってきてね。済ませたいけどね。うんうん。もう本当に喋ることがなくてな。ねえねえ、ケンタさん、ケンタさん、はい、ケンタさん、病んでるってケンタさん何考えてるのか教えて。ああ、病んでる時、うん、病んでる時あなた何考えてるの。やっぱこの世からいなくなりたいとか。ピーそうそう、精神的な部分で言うとね、うん、やっぱうっすらだけど、うん、常にそういう思いはあんのよ、うん、なんていうのかな、本当に薄くだけど、それがやっぱり突然時として顔を覗かせる、水面からジャバーって出てくるみたいなね、うん、クジラが顔を出すみたいに、うん、時があるから、うん、そことなんか戦うというかね、うん、時が大変ではあるかな。そうね、うん、健太さんね、なんかね辛くてもね、辛くてもなんか言わないからさ、基本はね分かんねえんだよ。我慢するというか、でも男の人って大半そうじゃないかなと思うよ。私はさ全身でさ、うん、持って闇を表現するじゃん。そうね、LINE の文面とかね、うん、でもそうだし、うん、もう明らかに体調が悪いですみたいな顔してる時あったりね、うん、体調が悪くなるとさ顔のパーツが真ん中に寄ってくるんだって。そう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 、地獄の三沢みたいになってくるんだよ顔。そうそうらしい私。そうそう、だからそれに
の度合いに応じてね、1沢、2沢、3沢って呼んでるんだけど、夏美さん。そうそうそう、今何沢って。そうそうそう。聞いてから、2沢とか言われて。2沢ぐらいの顔してるよ。結構キュッてなってんな、みたいな。疲れてるなって、うん。なんかある種それがバロメーターみたいになってはいるんだけど。そうなんだね。うんうん。不思議だね。ケンタさんはちなみに、なんか、ケンタさんこれ体調悪くなりそうだなとかさ、なんか前兆みたいなのってあんの？あのね、なんかね、うん、なんかね、滅びの笑みみたいな。滅びの笑み、だからなんか分かりづらいな。なんか、うん、なんかふふふって笑うとき心配になる。笑ってるんだけど、うん、何あの信用できない笑顔なの。な不穏な笑みっていうか。不穏。あそうなんだ。なんか雰囲気的なものが大きいのか。うん。ちょっと自分では分かんないですけど。どうかななんか。やたらじゃないけど、うん、なんていうのかな、私を家の前で降ろしてくれて、うん、ブーンって行くときに、うん、なんかあパチンコこのまま行くんだなって、あーなんか女の勘みたいなのが働く時がある。うん、まあでもいいんじゃない、あの別の女のとこに行くんだなじゃないでなくて、パチコとスロミあパチコとスロミ女だな、女だろ、パチコとスロミってめっちゃ誘ってくんだよね、留学がすごくてさ、おいでおいでってするんだよね。そうそうそう、いい思いさせてあげるよっつってから、ね、お金だけ取っていくんだよあいつらはい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。楽曲あるの？一応はい、用意はしておきました。はあ、じゃあどうぞ。はい、本日紹介いたしますのはテレビアニメ、うん、フェイトエクストララストアンコールのオープニング曲でもございました。はい、TM レボリューション西川貴教さんの曲で、うん、ブライトバーニングシャウト、どうぞお聴きください。あ暑いね。暑い暑い、そう暑い、なんかメガネがやたらと曇るな。非常に曇る。うん、非常に曇る。はあ、暑いね今日さ、どうする？日本撮る？持ってて、うん、うん、いいよ。あ、ね、でも少ないよ。もうせっかく来たからね。あのコメントの皆さん今日やっぱ夜遅くだから、ね、遅い時間だからね。うんうん、もうこうさんもお久しぶりです、お薬飲む前に聞けって言っていただいて、うん、お薬飲んで寝ろは後で。ほらほらこの辺ほらすぐ曇ってくるのよ。メガネがねちょっと新しいメガネで目からなんか出てるんじゃない？うん、あのねここがフレームがでっかい分ね、うん、なんかこもんのよこの中で。そうなの？そうそうそう。でここ俺鼻の頭汗かくからさ、うん、ここが多分蒸気になってメガネ曇っていくんだと思う。うん、うんうんうん、この辺汗かくんだよね。私はねここここと、うん、私はねこことねここひげもあり、こことここ鼻の下と顎ひげのところ、うん、口ひげのところ、うん、あそうなんだ、おっさんなの。はい。そうそう。ここもでも俺も描くよ。あ、うさぎみたい、うさぎ。だよ。もう一回やって。うさぎみたい。うさぎさん。曇ってるね、本当にね。曇ってるね。うん、七夕の日空見た。見た空。見ましたか？皆さん見ましたか？とりあえず2本目、教えて夏美先生やるからさ。教えて夏美先生、やいいけど。うん、健太さんが聞く。あ、ほんと？いいよ、うん、じゃあ。何か聞いてから。いいよ、いいよ。夏美に答えてもらおうかな。いいよ。せっかく来たから2本撮りしときたいんだよな。うんうん、で、次の月曜日と、あ、もう終わる？終わってから来週月曜日来る？週明け月曜日。うん、あでも月曜日お休みだもんな、祝日。うん、あだから日本撮った方がいいな。うん、ね、
で、それで来週月曜日みたいな、うん、その方がいいかもしれない、かもしれない、うん、まあいいんだそれは、うん、で見てほしいのがあるよ。何？夏の服見える？あの引かれた人みたいじゃない？このね、わかるかな、汚れみたいな感じ、この汚れ具合、うんうん、いや汚れてないわ汚れのような模様みたいな、ね、汚れのような模様よ。本当にそうなのかな、どっちだろう汚らしい？いや、シワが目立つような加工されてるのかな、もしかして、うん、そうじゃないかと思うけどさ、うんうん、引かれた感を出したんだこの服気に入った時に引かれた感が出てたからなんでそんなに引かれた感出したの？引かれた感、うん、だからなんかあのなんかコスプレとかそういうの好きだわけよ。あ、本当？うん、好きよ。あ、まあでもハロウィンとかでやったりしてるか、うん、誰にハロウィンとかで、そう、別にでしょ、うん、やってるじゃん。とかお祭りの時は、うん、昔ハッピーワンがあった時に、うん、ハッピーワンのお祭りの時は、うん、そうめんのコスプレしてた。あー、なんかやってたね、流しそうめんの時か。そう、流しそうめんやるっていうから、うん、じゃあ私はそうめんのコスプレをと思って、はい、もうそろそろ終わりますよ。はい、はい。はい、お聞きいただきましたのは西川貴則さんでブライトバーニングシャウトでした。はいはいはい、じゃあツイキャス来てますよ。武蔵さん、夏美さん、健太さん、リスナーの皆さん、こんばんは、しょい。こんばんは、しょい。こんばんは、しょい、はい、ラジオ収録&生配信お疲れ様です。エンディングいきます。はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。エンディングです。はい、夏美さん、はい、今の武蔵さんのコメントはできればエンディングが流れた後に、うん、言ってほしかったな。あ、そうなの。はいはい、あのちゃんとタイムテーブル敷いてますんで。あ、本当。はい、いや今日はさ、ないよ。あ、マイク近づかないで喋るじゃん。はい、はい、武蔵さん、はい、夏美さん、健太さん、リスナーの皆さん、こんばんは、しょい。こんばんは、しょい。ラジオ収録&生配信お疲れ様です。はい、お疲れ様です。この時間帯からのラジオ収録生配信レアですね。ああ、そうですね、もう初めてだよ、うん、うん。第一スタジオにはマスター高穂さん、沖縄大好きさんいるんじゃないってそうそう、いらっしゃいました。そうそう、いたよ、いるいるいる。あの沖縄大好きさんの声すぐ分かったもう入った時からすぐ、あの入り口でね、FM ギノアンのなんていうのかな、スタジオというか、うん、あの現場入り口、ね、入る前に上のね、うん、スピーカーから収録中のラジオ、まあ放送中のラジオって言ったらいいのかな、うん、流れてるんですけど、そこからね、あのひふみさんと高穂さんと沖縄大好きさんの声流れてきて、うん、うん、あ、で名古屋のダンサーズさん、はい、名古屋のダンサーズさん、こんばんは。こんばんは。さっき隣の配信で少しだけ見ましたよって。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。遊びに来てくれてありがとうございます。わざわざわざ。ねえ、ほんとひふみずばさんいいね、いい人だね。ひふみさんね、だからひふみずばはラジオ番組名だからね。ひふみずばさんでしょ、だからひふみさん、ひふみのばだからひふみずばなの。あ、そうなの。そうよ。え、じゃあどこまで言えばいいの。ひふみさん。ああ、ひふみ、ひふみさん。うん、そうよ。が呼んでくれて、さっき。分かってんのかな、本当に。武蔵さん、収録終わったら第一スタジオ生放送に乱入したら面白いかもって。あ、まだやってるのかな。まだやってるのかな、ずっと、うん。今日どうするかね、2回収録するかね。そうそう、一応、
2回収録する予定ではありますよ。教えて夏美先生やるって。はい、あのうちのね番組でやってるコーナーなんですけれども、はい、夏美先生に質問して、うん、それについてはもう夏美ちゃんがね、うん、何でもかんでも答えますよと。そうそう、リスナーさんの質問何でも、うん、答えちゃうかも、うん、下手したらね、なんていうのかな、結婚相手どういう人かとかもね、夏美さんはね、うん、リスナーさんが僕の結婚相手はどんな人になるでしょうかっていう質問あったらすぐ答えるもんね、うん、やばい人、やばい人ってそれはそれでまたいい加減な、やばい人と結婚したら面白いね。まあまあまあ、あのやばい人と結婚してる身としてはね、お互いにね私はやばくないでしょ。いや、お互いに、お互いに、お互いにか、はいはい、ケントさんはやばいけど、まあ俺はやばいけどどっちもやばい。そうそう、もうどっちもどっちっていう感じの、ラジオでしたが、はい、今日もこれで終わりますがけれども、はい、はい、では、それでは今週のメンヘラジオはコイラでお開き、はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。おう、はい、収録終わったら第一スタジオ生放送に乱入したら面白いかも終わってから行くか終わってから行くかでもね、あと30分以上やるからね、頑張りましょう、うん、はい、一旦じゃあツイキャスの方は